神蘭。神蘭、神蘭、上安3年4月1日校長2年11月28日は、鎌倉時代前半から中期にかけての日本の僧、浄土新宗の宗祖とされる。法年を師と仰いでからの生涯にわたり、法年によって明らかにされた、浄土王女を解く真実の教えを継承し、さらに高めていくことに力を注いだ。 自らが改装する意志はなかったと考えられる。独自の地位を持つことはせず、各地に簡素な念仏道場を設けて協化する形をとる。規制の仏教教団や、宗派としての協議の相違が明確となり、親鸞の没後に終始として確立されることになる。浄土新宗の立教改装の年は、県浄土真実協業賞門類以下、協業新賞が完成した、寛元5年。 1247年とされるが、定められたのは、親蘭の没語である。親蘭は、自伝的な記述をした著書が少ない、もしくは現存しないため、その生涯については、不明確な事柄が多く、研究中であり諸説ある。また、本説の記述は、内容の一部が史実と合致しない記述がある書物、日の一流経図、親蘭聖人語因縁など、や、弟子が記した。 書物、御伝書などによるところが多い。それらの書物は伝説的な記述が多いことにも留意されたい。年齢は数え年。日付は文献との整合を保つため、いずれも旧歴、鮮明歴表示を用いる生没年月日を除く。貴族による統治から武家による統治へと政権が移り、政治、経済、社会の劇的な構造変化が起こる。 上安三年、1173年4月1日、グレゴリオ歴館3173年5月21日に、現在の崩壊時、日の誕生院付近、京都市伏見区日のにで、皇太后宮大臣日の夕飯の長男として誕生する。母については、同時代の一時資料がなく、江戸時代中期に表された、新蘭聖人正明伝では、 生は源氏の八万太郎義家の孫娘の高光女としている。吉光女、吉光女とも。陽名は、松若馬、松若丸、十八甲馬路。戦乱、飢饉により、落中が荒廃する。自称五年、千百八十一年九歳、叔父である、日の半綱に伴われて、京都省令院に入り、後の天台座す、寺園、実地和尚の元徳度して、半年。 半年と称する。伝説によれば、慈元が徳道を翌日に延期しようとしたところ、わずか九歳の半年が、と読んだという、無情感を非常に文学的に表現した歌である。出家後は、永山、非永山延暦寺に登り、慈元が県領を務める横川の狩猟本院の常行道において、天台宗の銅像として、普段念仏の修行をしたとされる。 英山において20年にわたり厳しい修行を積むが、自力修行の限界を感じるようになる。兼任元年、1201年の春頃、新二29歳の時に英山と決別して下山し、後世の記念のために、聖徳太子の根流とされる、六角堂、京都市中京区へ百日三郎を行う。そして95日目、同年4月5日の暁の夢中に、聖徳太子が次元され、 旧世菩薩の化身が、現れ、という逆、女にょぼんげに続けて、の告げを得る。この無告に従い、夜明けとともに、東山吉水、京都市東山区延山町にある法然が重視していた、吉水草案を訪ねる。この時、法然は六十九歳。そして、岡崎の地、左京区岡崎天皇町に草案を結び、百日に、渡り法然のもとへ通い聴問する。 法年の先週年物の教えに触れ入門を決意する。これを機に法年より広し空、社、空の名を与えられる。親鸞は県産を積み、次第に法年に高く評価されるようになる。古伝承では吉水入室の後に六角告げ命の順になっている。またその年についても県民第産の暦、県民 3, 3年親友。 兼人三年水の問いと記されている。正しくは、六角継命の後に、吉水入室の順で、その年はいずれも、兼人元年である。このことは各女が、兼人親友歴を、兼人三年と誤解したことによる誤記と考えられる。詳細は、本願寺聖人伝へ各女による語を参照。新断聖人正明伝では、吉水入室の後に、 六角継命の順になっている。またその年については、県民親友半円二十九歳三月十四日、吉水に広根三里玉府、県民親友三月十四日、木にくうの門下に二里玉へども、中力今年四月五日、更新の夜五行に及び、んで霊夢を、毛利玉引きと記されている。えしんに小則では、山を入れて、六角道に百日こもらせたまいて、 後世を祈らせた、マヒけるに、中略、また六角堂に百日こもらせたまいて、そ来生るように、また百か日、フルにも出るにも、いかなる台風にも、参りてありしに、と記されている。元休元年、1204年11月7日、法年は、七か条正会を記し、190人の門弟の連書も記される。その86番目に、 総広主空の名を確認でき、その署名日は翌日の8日である。このことから元旧元年11月7日の時点では、吉水教団の190人の門弟のうちの一人に過ぎないと言える。元旧2年、1205年4月14日、入門より5年後には、選択本元年仏集、選択集の著者と法年の肖像画の制作を許される。 県浄土真実協業賞門類、化身度巻。法年は、選択肢の書者は、門邸の中でも、弁長、流官などごく一部のものにしか許さなかった。よって、元旧二年四月十四日頃までには、親鸞は法年から職望される人物として、認められたと言える。元旧二年、千二百五年うるう七月十九日、県浄土真実協業賞門類の化身度巻に、 また、えむこくあらため、ひろしくうあざ同日も、おふでれい署名の自筆、また、ゆめのつげによって、ひろしくうの字をあらためて同じきひおふでをもって、名の字をかかしめたまよわりぬと、記述がある。信覧より、ゆめのつげによる解明を願い出て、完成した、法然の肖像画に解明した名を、法然自身に記入してもらったことを記している。ただし、解明した名について、 診断自身は言及していない。解明の名はについて、石田は吉信であったとされる。としている。再退の時期などについては、確証となる書籍、消息などがなく、諸説存在する推論である。当時は、高貴な罪人が入るされる際は、身の回りの世話のために再退させるのが一般的であり、近年では、入る前に京都で再退したとする説が有力視されている。 親蘭は、妻との間に四男三女、範囲、陰神、小黒女房、善蘭、秋信、栗沢新蓮房、有房、駅方大部入道、高野善二、核心二の七子を設ける。ただし、七子すべてが、恵心二の子ではないとする説、善蘭を長男とする説もある。善蘭の母については、恵心二を実母とする説と、ママ母,母とする説がある。詳細は、善蘭、 えしにとの関係を参照。県営2年、1207年2月、後鳥羽上皇の怒りに触れ、先週年物の長寿と再位前釈望、聖願い、棒、十連望、安楽棒従う西の4名を、死罪、法年並びに、新乱を含む7名の弟子が、流罪に処せられる。この時、法年、新乱らは創籍を剥奪される。法年は、藤井元彦。 親鸞は、藤井義信、藤井義金の俗名を与えられる。法年は、土佐国番でにえ、親鸞は越後国々府、現、新潟県上越市に入るが決まる。親鸞は、義信の名を俗名に使われたこともあり、具徳釈しゃ親鸞、具徳釈しゃ親鸞と、名継ぎり、非宗非族の生活を開始する。義信から、への解明については、 解明についても参照。上元5年、1211年3月3日、栗沢新連合秋信が誕生する。権略元年、1211年11月17日、流罪より5年後、岡崎中納言藩校を通じて、直面の戦時が、淳徳天皇より下る。新乱は、死との再会を願うものの、時期的に、 豪雪地帯の越後から京都へ戻ることができなかった。斜面後の親鸞の動向については二説ある。一つは、親鸞は京都に帰らず、越後に留まったとする説。その理由として、死との再会がもはや叶わないと知ったことや、子供が抑えなかったことが挙げられる。対して、一旦帰落した後に、関東に赴いたとする説。これは、新州仏三寺派。 新宗教制派の中高である両言が表した、三頭六二、新蘭聖人派廃所に五年のいい戸口、おへたまへてのきらくまして派者検証の印に一部を、混流して、高正寺となつけたまへりと記されていることに基づく。しかしこのことについて、新宗教制派は、伝承と位置づけいて、史実として、直接に証明する証拠は何もないとしている。憲法二年。 1214年、流罪を斜面より3年後、東国、関東での布教活動のため、家族や昇進などの門弟と共に、越後を出発し、信濃国の善法寺から、上野国佐の希少を経て、日立国に向かう。自伝などの文献によると滞在した時期、期間に諸説あるが、憲法2年に、小島の草案、茨城県下妻市小島を結び、憲法4年、 1216年に大戦の草案、茨城県白里町を結んだと伝えられる。そして、笠間軍島、他郷の領主である稲田頼重に招かれ、同社の吹雪谷という地に稲田の草案を結び、この地を拠点に、精力的な布教活動を行う。また、新蘭の主張、協業新章は、稲田の草案において4年の歳月をかけ、現任元年。 1224年に総工本を戦術したと伝えられる。新蘭は東国における布教活動をこれらの草案を拠点に約20年間行う。62、3歳の頃に帰郷する。帰郷後は著作活動に励むようになる。新蘭が帰郷した後の東国、関東では様々な意義違が取り沙汰されるようになる。還元五年。 1247年75歳の頃には、補足、改定を続けてきた、協業新章を完成したとされ、御事連に書者を許す。法治2年、1248年、浄土和山と高僧和山を占術する。県庁2年、1250年、唯井新章部に、森岡本税地蔵本を占術する。県庁3年、1251年、日立の、 有年無年の居酒屋を書状を送って制止する。県庁四年、1252年、浄土分類受賞を占術する。県庁五年、1253年頃、善乱、親乱の息子とその息子、女神、親乱の孫を正当な衆議不況のために、東国へ派遣した。しかし善乱は、邪気である、先修健全、先受健全に傾いたとも言われ、 正しい念仏者にも、異議義感を解き、混乱させた。また女神は、道の区国の大網、現、福島県石川郡古殿町にて不況を続け、大網門徒と呼ばれる、大規模な門徒集団を築く。県庁七年、千二百五十五年、尊号悟造名文、略本、福井県、法運寺元、浄土三教王城分類、略本、県庁本、具徳章、 二漢章、皇太子賞徳法さん、七十五章を占術する。県庁八年、千二百五十六年、入りで二門下賞文、福井県、法運寺本を占術する。同年五月二十九日付の手紙で、東国、関東にて、イギータンを説いた全乱を議術する。その手紙は、全乱議術上、もしくは、地震防議術上と呼ばれる。抗原元年、 1256年、如来西恵光文、登り章恵光源層恵光文類を占術する。光源 2>, 2年、1257年、一年多年文位、第二本国俗三王章徳大司法山を占術し、浄土三教王城文類、光本、光源本を転写する。昭華 2>, 2年、1258年、孫悟新造名文、光本、肖像松和山を占術する。 校長2年、1262年11月28日、グレゴリを歴館山1 2 6 3年1月16日、押し工事南までの工事東にある実定の広雄が、隣住である、前方院にて、行年90万89歳をもって入滅する。隣住は、親鸞の弟の広、雄や末娘の革新にらが見取った。遺骨は、鳥辺の北辺の、 大屋に収められた。流罪より生涯にわたり、悲壮貴族の立場を貫いた。ラビの地は、新蘭の彦で、本願寺、第三世の閣魚の五伝承に、鳥辺野の南の辺、縁一し寺にそうしたてまつると記されている。新蘭の正月明日には、宗祖に対する法恩感謝のため、法恩公と呼ばれる法要が営まれている。明治九年、 1876年11月28日、明治天皇より、未、新大使の死後を追蔵される。西本願寺、東本願寺、泉州寺の御影堂の修祖診断の木造の前にある、学の、研磨はこの死後に基づく。浄土新修本願寺派は、本願寺派修正を2007年11月28日改正、全文変更、2008年4月1日施行し、 宗門成立の歴史とは直接関係ないなどの理由により、新蘭聖人の前に関されていた、未、新大師の大主号を削除する。同年4月15日には、浄土新宗の教章も改正し、大主号が削除され、新、浄土新宗の教章が制定される。新宗大谷派は、1981年に、宗乗りを改正し、未、新大師の号を削除した。また、 三影堂に対して用いられていた大師堂の別称を本来の三影堂に服した。高校で使われる倫理の教科書ではかつて、新蘭が法念の教えを徹底、または発展させたという記述が多かったが、優劣をつけない表現へ修正されつつある。村田務は、私的批評、新蘭まで第十二章経図上の大疑問において、在世当時の朝廷や、 国家の記録にその名が記されていなかったこと、親鸞が自らについての記録を残さなかったことなどから、親鸞の存在を疑問視し、架空の人物とする説を提唱する。続いて、東京帝国大学教授の田中義成と国学院、大学教授の八代国春が、親鸞抹殺論の談話を発表する。しかし、大正10年、1921年に、 和塩共同の調査によって、西本願寺の宝物庫から、越後に住む新蘭の妻である、江新にから京都で、新蘭の身の回りの世話をした末娘の核新にに、当てた書状、江新に消息十通が発見される。その内容と新蘭の動向が合致したため、実在したことが証明されている。略敬図出典新蘭の思想に影響を与えた七構想の注釈書など、 神蘭が表した浄土真宗の根本聖典である、協業真宗の冒頭に、釈尊の出世本会の教である、大無量寿経》が、真実の教であるとし、阿弥陀如来以降、如来の本願、四十八願と本願によって与えられる名号、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、本願自派を浄土門の真実の教え、浄土真宗であると示した。 親鸞は名号を、疑いなく、死神はれを頼み、がらき我が国に生まれんと思え、欲生をという阿弥陀仏からの呼びかけ、本願召喚の直命と理解し、この呼びかけを聞いて信じ従う心が当たった時に、王女が定まると説いた。そして王女が定まった後の称名念仏は、我が名を称えよという阿弥陀仏の願い。第十八願、阿弥陀仏の名を称えて王女をせよという諸仏の願い。 第十七願いに応じ、願いに報いる、法音の行であると説く。そのことを、新人正より商名法音という、念仏を極楽浄土へ往生するためのもと、修行、善行としては捉えない。如来の本願によって与えられた、名号、南無阿弥陀仏をそのまま真珠することによって、臨終を待たずに、直ちに浄土へ往生することが決定し、その後は、 高音感謝の念仏の生活を営むものとする。このことは、名号となってはたらく、如来の、本願力、他力によるものであり、我々凡夫の計らい、自力によるものではないとし、絶対他力を強調する。なお、親鸞の著作において、絶対他力という用語は一度も用いられていない。協議に関しては、宗派や宗教団体により解釈などが異なるため、 下記のリンク先を参照のこと。親鸞を主人公とした歴史小説は多く出されている。ただし、親鸞自身は生涯にわたり自伝的な記述をした著書が少なく不明確な事柄が多い。その限られた行実に沿って作られているため、内容の大部分がフィクションである。主な作品に、倉田百三、出血とその弟子、1917年、同、 新鸞、1940年。吉川英治、新鸞全参観、1948年。庭文雄、新蘭とその妻全参観、1957年から1959年。同、新鸞全互観、1969年。三国連太郎、白い道、第一部法年。新蘭とその時代しかも、無限の豪に生きる、全三巻。 1982年、つもとあきら、みの橋は、新蘭成人伝、前二巻、2002年、五木博之、新蘭前二巻、2010年、その続編、新蘭激動編、前二巻、2012年、続々編、信頼完結編、前二巻、2014年がある。なおよしかわの、新蘭》は、1960年に、電気映画として、新蘭》 続、親鸞のタイトルで制作され、田坂智貴が監督し、親鸞を中村金之助が演じた。三国連太郎、白い道は、1987年に、電気映画として、親鸞白い道のタイトルで制作され、原作者の三国連太郎が監督し、親鸞を森山純急が演じた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。